レッドゲートサイボーグスパイシーズ。機械のように正確にミスなきプレーで勝ちをつかみに行くスパイシーズ。そんな彼の素顔とは、レイジシャドーバースプロリーグプロフェッショナルの素顔。今日はスパイシーズさんのお話を聞きにとある町へ。スパイシーズさんが来ましたね。スパイシーズさん、こんにちは。今日は何を？あ、学校が終わったところで。この道から来たということは、大学って？東京大、東大ですね。なんと、現役の東大生。シャドバと勉強の両立、できていますか？勉強は試験で点数を取る勉強をするとか、そういう感じで、シャドーバースはまあもうプロとしてやってることもあって深くやっているというか、その試験で点数を取るぐらいなら、まあシャドーバースを一生懸命やりながら横でできると。シャドーバーと東大の勉強を両立するスパイシーズさん、その原動力となるのがラーメンだそうです。今日はおすすめのラーメン屋に連れてきてもらいました。ご飯とお漬物、食べ放題のお店がおすすめとの方、今日もご飯大盛りでいただきましょう。普段いっぱい食べるわけじゃないんですけど、この店で食べるとき大盛りです。大盛りのご飯にお漬物をたっぷり乗せるのがスパイシーズさん流。来る前にご飯食べに、その油に対する下地を作るというか、その空っぽのところに油入れるとなんか油きつくなっちゃうんで。お待たせいたしました。はい、ラーメンでございます。はい、奥どうぞ。おいしそうに食べますね。食べ方にこだわりは？最初ほうれん草で、次に、まあ、ちょっと麺を挟みながらチャーシューでご飯を食べて、でしばらくラーメンを食べて、ラーメンが残り少なくなってきたらラーメンでご飯を食べる。もちろんいい食べっぷりでしたね。ごちそうさまでした。無表情かつミスの少ないプレースタイルからサイボーグの異名を持ち、他のプレイヤーからも尊敬される彼の頭の中は、先のターンのことを考えてリスクを受け入れて、その勝ちの可能性を少しでも上げていくみたいな。2ターンとか3ターン先になると、まあ、お互いの引くカードとか相手の手札とかで読むのは難しいんですけど、まあ、一旦先ぐらいならその相手がプレイする可能性のあるカード全てについて検討して一番勝率が高くなるようなものを選ぶっていうことを常に意識してやっています。まあ、受験中も勉強しながら何やかんやってて、まあ、夜例えば8時ぐらいまで勉強して帰って、まあ、寝るまで 2、3時間、まあ、時間的な比率でいうと2対1とかそのぐらいではシャドーバースやってました。で大学入ってその一発目5月、6月あたりのレージで3位になって、まあそれがきっかけで、まあプロにも呼んでもらえてって感じですか。本当に自分のやりたいことを見つけた時、スパイシーズの人生は変わった。勉強に関してはなんか、まあ、なんかやれって言われたことをやって、あまりその自分の意思っていうのが介入していないまま、まあここまで来てしまったっていうところがあるので、自分でやりたいと思って始めたシャドーバースでこういうふうにプロとして戦えているっていうのは、人生において一つ道が開いたみたいな感じで考えてます。あなたにとってプロ選手とは？一切ミスをしずに全部正解をつかみたい。例えば序盤とかで小さなミスをしてしまった時に、そのミス自体がゲームに影響を与えなくても、あ、ミスをしてしまったなって思うと、なんか試合中ずっとそのことを考えてしまってプレーの精度が落ちてしまうので、1ターン目から全力で考えて一切ミスを生まなければもう苦力になる必要もない。で、1回経験したことがあるパターンならそのミスをする余地を減らせるんで、まあ、少しでも多くのパターンを経験して、このプレー以外の時どうだったかみたいなのを少し考えてみるみたいなのをやってます。まあ、ノーミスを目指したいと思ってます。